マチュア爆音ゲームやすミラピリ2021動画でいこうということで、メンテナンス明けました。今週もやってきた週刊 FP ガチャ配信者ドラフトガチリーグ戦にもね影響してくるガチャで、プラスねめっちゃ欲しい選手がいる。今週はちょっとガチで神引きをねピンポイントで自分の狙った選手を当てに行きたいと思います。ということで、まずねアイコニックがですねアーセナル来ております。個人的にここのねアーセナルのプティ、エマヌエルプティを持っていない、所持していないので欲しい。まあ、メイン仕様はもちろんなんですけど、シンプルに強いよね。なぜプティを今までね当てていなかったのかレベルで、このプティ B2B でパスもできてね、決定力とかもね結構高いよね。そう、これレベルマックスで80後半ぐらい行くと思いますし、強いんだよね。さらにですね、言いますよ、サルキャンボー。ソルキャンボーといったらね、自分のガチスカットでねお世話になっている圧倒的絶対的センターバックでございますが、まあ、このソルキャンボーもね強い。ソルキャンボーはマジで強いです。最近ねシリキンビーとかにね変化しつつあるんですが、ソルキャンボーといえばねやっぱジェラードメイン仕様の時のミドルシュート、あれのイメージがねすごいある。さらに言いますね、自由ベートシューバー。なんか写真がね空飛んでるもんね。空を自由に飛びたいな。はい、自由ベートシューバー、あんあんあん、とっても大好きアーセナル IM。 現在2戦が終わって、一応リーグ戦の方が1分け1勝ですね。なんで勝ち点的には4、次の試合もね勝ちたいということで、まあ、毎週この週刊 FP ガチャの中から1選手を補強できるという形なんですけど、今週のスカットがこちらということでね、まああんまり変わってはいないんですけど、今度ロドリのところがね一応いなくなってみて、ちょっとロドリごめんね、画面端にロドリをちょっと置きつつ、ファイブアップデートが見てくださいこれ。ベンゼマとドルベアね、さすがレアルの試合見たんですけど、今週ね、また後でお話しするビニシウス・ジュニオールね、ベンゼマとビニシウスでね、2ゴール2ゴールの4ゴール。いやー、まあだからライブアップデート来るかなと思うんですけどね、しっかりと絵を引いております。そこでパウルがね、今週までいいという、これちょっと悲しき、悲しきですね。これを踏まえてね、どこを当てるべきなのか、まあ、ぜひね、皆さんもね、ここ補強が一番いいんじゃないかなとか、まあ、運にはなってくるんですけど、ガチャのとこは。ただね、楽しみですよね。これを踏まえての補強選手をどうしようかって感じなんですけど、まずはちょっとシンプルに話させてください。ビニシウス・ジュニオールが来たということで、ビニシウスはもう絶対にまずね使いたい。初期総合値がね93というめちゃくちゃ上げる、だって金で多分レベル1で81ぐらいなんで、総合値が12ぐらい上げてんのかな。強っ。てか能力まだ見てないんですけど、どこを上げたのかな。オフェンス戦だったり、ボルコ8上げ、8上げ。ああ、なんな、これドリブルとか上げてる感じかな、もしかして、大幅上昇は。もともとから99系の能力がカンストしちゃってるパターンかな。ですけど、ボディコン10上げてるね。おお、これてかさ、ボルコンとかも相当上げてるんで、ボルコンドリブル、ボールキープ、これカンストするんじゃない。決定力は、ああ、決定力、これ大幅上昇してないパターンか。レベルまで大体80後半ぐらいかな。うわー、90前半とかね、全然ビニシウス見たいけどね。それぐらい今シーズンは行ってもいい。なんか、特別にね、ビニシウス・ジュニオールの決定力、めっちゃ上がってるとかいうサプライズあったらね、面白かったけど、ただやっぱりね、ビニシウスが今週いるんで、まあ、ガチリーグ戦に向けてもね、使いたいよね。やっぱドリブラー系はそんなにスカッと入ってないんで、まあ、メイン仕様もめちゃくちゃしたいですし、ビニシウス狙いに行きたい。さらに、テオエルなんです。あ、決定力が9上げ大幅上昇きましたね。自分のね、左サイドバックがホニー・ロドリゲス、いるんですけど、まあ、テオエルなんです当たればね、かなりバックラインガチガチプラス、攻撃力もね、さらに上がる感じで、もともとね、ホニーはウィングの選手だから、テオエルなんですの、まあ、純正はね、サイドバックの選手が来れば、さらにチームを補強できるんで、今週結構、幅的にはね、まあ、メイン仕様したい選手も多いけど、多いですね、当たりが。バストーニー、センターバック、絶対強い。バストーニーは強い。ディフェンス能力はね、もう全部90ぐらいありますし、ディフェンスエースが8も上げてるもん。こりゃ強いね。ベースが5上げで、フライパス。
パス能力上げて、いやーバストーニも来ればこれディフェンスラインガッチガチ、デフィネレンス1列上げることもできるから、ロドリがね今週からはもういないから、マネ、ロカテッリ、ユベントス、ロカテッリはバランサーだね。もう基本的に全部の能力がね80前半からまあ後半ぐらいあるので、レベルマックスにすればね上限も高いから結構上がるねこれ。でプレイスタイルが多分プレイメーカーですよね。うん、組み立てれるタイプかつディフェンスもできるから、ロカテッリも結構強いですね。さらにこの選手がルイス・ディアス23歳、ドリブラーかな、スピード瞬発高いですね。ドリブルできて、多分これドリブル関数いくよね。スキルも豊富だね、ドリブラースーパーサブ。センターフォワードが OMF も一応 ST 適性あるから、そこで使っても面白いか、スーパーサブで結構秘密兵器的な存在になれるかもしれない。マルクス・アクーニャー、いやこの選手もね強いです。まず適性がねすごく多いのと、これポジション適性向上使ったら真ん中もいろんな部分できて、なんといってもねアクーニャはやっぱ黒さ、これが強いね。非常にねいろんな使い方ができる、マルコス・アクーニャですね。ジョバンニ・ディ・ロレンゾ、ディフェンス能力高いですな。センターバックで使っても強そうだね。マリオのねジャンプ音の練習はね昔かなりしたんですが、マリオ来ましたね。てて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 、昔11回ガチャ即試合の企画で使った記憶ある。ナンバー10ですよね、ナンバー10。パス、パスはですね、チャンスメーカー的な要素がね、かなり高いかなと思う。ボール受けて、基本的にはアシストを狙える。さあ、そして今週の激アツ選手、スカマッカ。センターフォワードは195センチ、21歳。スピードもね、全然遅くないんで、まあ、体張れて足速くて、さらに決定力あって、オフェンスセンスあって、足元ゲームはね、収まりも効く。で、多分プレイスタイルがポストプレイヤーですよね。だからね、相当収めれて、スーパーサーブ持ってる。スキル追加も使えるという。これはね、スカマッカ、レベマ、多分壊れます。そして、マッテオ・ペシーナ。プレイスタイルがなど、2列目からの飛び出し、今週のロドリゴ・デ・パウロを埋めれる、その選手になってる。そして、最後はワルテル・ヴィンテス。配信者ドラフトリーグ戦においてのキーパーやっぱチェフ、守護神がいるんでね。ということで、ビニシウス・ジュニオールはまあシンプルに欲しい。ベンゼマとのね、共演とかもできるからね。ほんじゃらですね。引いていきたいと思います。まあ、狙うはですねビニシウス・ジュニオール、そしてバストーニ、まあ、センターバックも来たらディフェンスも1枚上げる。おお、レガスルリアリーが、うん、左、おーっとこれビニシウス一瞬マジでビニシウス・ジュニオール来たかと思った。これはアクーニャですかね。343でも面白いかもね。これはあー迷うな。でもね本当に欲しいところ言うとバストーニかビニシウス・ジュニオール2択だが、ここポルトガルに落ちていく。マリオ、ジョアン・マリオ、いらっしゃいマリオ。ということでね、ジョアン・マリオ来ました、ポルトガル。ほんじゃいきます、最後ゴーイ。あえてもう願わないぞ、願わないということ。おっとリーグワン、リーグワンキーパー、おおキーパーチェフとワルテル・ベンテス、まあどちらがねいいのかなという話になるんですけど、これはどうしましょうか。ワルテル・ベンテス、まあ、ホニー・ロドリゲスがね、この選手がね、もともとウィングの選手で、ポジション適正向上を使ってサイドバックをね、可能にしたので、まあ、守備力とかもね、そんなに高いわけじゃないんですよね。まあ、非常に攻撃力もある選手なんですが、ダブルタッチを持っててね。ただ、ちょっとアクーニャを入れて、さらに攻撃力を上げる感じがね、理想ではあるんで、終盤で使ってもいいね。CMF とかで、全然ありですよね。ということでですね、ちょっとビニシウス・ジュニオールはね、サブアカで狙っていこうと思います。メイン使用したい。本アカでは当たりませんでしたが、サブアカできましょう。よーし、ビニシウス・ジュニオールありがとう。ということでね、もうね、使いたかったからね、絶対強いですよ。この動画でレベルマックスにもしていきたいと思います。どんなのだろうね。総合値ワンチャン3桁いくんじゃないこれ。総合値99レベルマックス、ビニシウスやばいっすね。3桁は乗らなかったけど、ただちょっとかっけー。能力もね見ていきたいと思います。ボールコントリー、ボールキープ99999、完走でオフェンス93、高いですね。さあそして決定力85、よし80後半乗せましたね。いやまあ個人的にはね、あと10ぐらい高くなってもね
ビニシウスはもう決定力、今シーズンだけ見たら10ぐらいあと上げてもおかしくないぐらいです。ビシンはね99カンストでキック力80後半。自分ね過去もメイン仕様ねビニシウスより2回やってるんですけど FP、 その時の FP よりも強いから、これはちょっとドリブルめちゃくちゃ楽しみ。ボディコンがねカンストしてるのがでかい。でフィジカルコンタクトも70後半、この、ね、色が変わってますよね。さあこれがアップデゴ FP のねビニシウスジュニオール、特殊ダブルタッチがねやっぱできるのはもちろんドリブル、いやーいいですね。うわ早っ、そして決定、あてキック力が上がってるから決定力もこれは強くなってるね。またちょっと数日後メイン仕様でやっていきたいんですけど、うわーでもこれシンプルにあのメイン赤というか本赤で欲しかったですね、絶対強いもん。はい、ということで総合値99周回 PB にしですね、またメイン仕様やっていくんですけど、本赤もねリーグ戦に向けてまた準備進めていこうと思うんで、ぜひ皆さんまた遊びに来てください。で今回ご視聴いただきありがとうございました。また視聴せんのっぷ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイプー。